んにちは、こんばんは、駿河です。今日はニート株式会社と話題について内容を拝見しました。 NPO 法人の一言ネットさんを下にリンクしておきますので、そちらもご覧ください。僕としてのご質問に行きたいと思います。取締役が多すぎてわけがわからない状況になってしまうと考えられます。誰がまとめて、でまとまらないのではないですか、そんな300人も、2とか300人もと僕は思うんですけど、それについてはどのように思いますでしょうか。皆さん、2つ目の疑問といたしましては、営業はネットのみで行うのですかと、ネットを通じて営業をするのか、それともリアルでちゃんとしっかりしたこうお客さんを回ったりとか企業を回ったりするようなちゃんと営業をするのですか、それはどういうふうな展開になるのか僕にも分かりませんですけど、ちょっと聞いてみたいと思います。3つ目の質問といたしましては、東京6階大学を出ているような高学歴の方々が多そうなので、プライドが非常に高い人もあると思うんですよ。そのニートの皆様をどのようにしてまとめるのですか、300人も150人も100人もという形でどのようにまとめるのですか、ちょっと教えてもらってください。3といたしまして、高学歴の方が多いというのはやはり東京六大学みたいなところに出てるとか高学歴な人がいっぱいいるので、そのプライドが高いと思われます。そのニートの皆さんをどのようにしてまとめていくのですかという質問です。まあ自由度が高すぎて、多分皆さんの意見がバラバラでまとまらない可能性が非常に高いと思われるので、この辺についてもね聞いてみたいと思います。4番目の質問といたしましては、ゲームや映像コンテンツなどをお考えのようですが、どのようにしてチームワークを取っていくのですかと、これも似たような感じの質問だとは思いますが、ゲームを作るときはチームで行うものではないのですかと、やはり映像コンテンツだったらまだ YouTube みたいなのだったら個人でもできるとは思いますが、その辺はどういうふうにやっていくのかをお聞きしたいです。このご質問内容を NPO 法人一言ネットさんにお聞きいたしたいと思っております。また1回メールを出したんですが、まだ返答が来ておりません。のでまた今日明日ぐらいに返答がなければ、もう1回メールを出してみたいと思います。以上です。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、下のボタンをチャンネル登録ボタンをクリックしてください。お願いします。